エクスカバータは、新核生物の仮説上の系統群の一つ。1999年に、その存在が示唆され、2002年に正式に提案された。しかしその後の研究では単系統性は支持されず、2021年、現在、メタモナダ、ディスコバ、マラウイモナス類の三つの系統群に解体されている。自由生活性のものから、強制性。 寄生性のものも存在する。例えば人に寄生するジアルジアやトリコモナスはエクスカバータに含まれる。大部分のエクスカバータは単細胞の弁毛虫で従属栄養性である。ただし夕暮れのゾアの一部は葉緑体を持ち光合成を行う。エクスカバータの多くは通常2、4、ないしそれ以上の弁毛を持ち、細胞口前方が微小管で、 裏打ちされているという独特の微細構造で特徴を付けられる。しかしこれらの特徴を二次的に喪失した種も存在する。アクラシスカのみが一時的に多細胞性を示す。エクスカバータの一部のものは典型的なミトコンドリアを書いており、無ミトコンドリアとも言われるが、そうした種でも多くはミトコンドリアに由来する器官を持つ。ミトコンドリアを持つ種では、クリステの形状は、 チューブ状か、ディスク状または層状である。エクスカバータはいくつかの嫌気性グループを含む。これら元気性生物の細胞膜は、後期性の真核生物に比べると不明点が多い。例えば、後期性の真核生物は、ステロールと呼ばれる化学物質を普遍的に持っている。ステロールは、細胞膜の流動性などを調節し、真核細胞の機能維持に、 必須の役割を担っている。しかし、ステロールの生合成には、酸素分子が必要となるため、嫌気性の深化,化生物はステロールを自身で、合成することができない。一部の嫌気性エクスカバータは、構造的に近く酸素分子を合成に必要としない、テトラヒマノールと呼ばれる代替物質を利用することが知られている。しかし、テトラヒマノールを含める維持の化学物質が一切、 見つかっていない種も存在する。そのため、これらの嫌気性エクスカバータが、どのように細胞膜の働きを調整しているのか、はっきりとわかっていない。エクスカベート類は、しばしば最も原始的な進化生物だと考えられ、他の進化生物に対して、側系統的とされることもある。しかしこうした位置づけは、他のムミトコンドリア生物について見られるのと同様の、 長枝誘引による見かけ状のものである可能性があり、エクスカベート類が構成的な位置に現れる、系統解析もある。アンキロモナス類がマラウィモナス類と禁煙の可能性があるが、確定していない。上述の通り、メタモナダ、ディスコバ、マラウィモナス類に現在のところ解体されている。過去の分類については下を参照。A デシリットルへ通るより、 ありがとうございます。